あ、やばい。あ、疲れたー。やばいやばいやばい。ここだここだ、マリオさん。疲れたー。はあ、見張りは退屈。マルガリータ様、つまらない仕事ばかり起こす。でも、ドドの仕事よりマシ。わら。ドド、マルガリータ様の雑音焼きを毎日する。あの子すごい悪口聞かせてもらってる。俺だったらこうやって磨く。あ、ジャンプできない。あ、よかった。ツンツン。あー、くすぐったい。あー、マリオさん。これはもう、我慢ならん。謎技術。銅像って動くか？銅像って動かない。じゃあ、これは、お化けの銅像だー！かわいいかよ。待て待てー！お化けの銅像だぞー。急にダンジョン。あの子酔っ払いもいる。ちょっと待って。一回、こっちだと帰っちゃう。こっち、なんか行きたいところがいっぱい。どっから行けばいいんだろう、これ。どっから行けばいいの？こっちも行けそう。でも結局全部行かないといけないみたい？こっちから行ってみっか、じゃあ。待て待てー。出た。扇風機くんね。ハイクララだ。ハイクララになってる。急になんかよく効く風邪薬みたいな。あ、扇風機くーん。何考えてるか聞く前に言ってしまった。あ、ハイクララ強え。強え、こいつ。さすがハイだぜ。ヒラ。コリコリが分かれば一人前。クラゲか。クラゲのコリコリってまあ、どうでしょうね。美味しいけどね。もっと美味しいコリコリもあるからね。あるから。わあ、ヒマンパタだ。ヒマンパタいる。バーディーはこの前聞いたよね。あれ、お城と、その辺のノラだとちょっと違かったりするかな。何考えてるの？太った猫ちゃん、ジャンプ。絶対綺麗になってやる。あ、ごめん。向上心のある。向上心のあるパタだった。あ、ジタバタしている。綺麗になる。綺麗になる。あ、ミスった。綺麗になるんじゃない？おい、マロちゃんの。スーパーパンチ。ゲージアップ。あ、すごい。うわー、いって、いって。攻撃力ある。仲間の死骸でドン。死骸でドン。あの酔っ払いの兵法は何だろう。大丈夫？うわー、デミグラは寝ている。どれ？あれか。あれ、ロロ？ロロ、ポポ？前いたのはポポ。強敵、回復じゃないのかな。太平砲だし。2位とかなんだよね。あ、やめて。あ、大丈夫そう。何考えてるの、太平砲は。こいつ、このロロってやつ多分結構、防御が強い。僕の新曲ちゃんと聞いてね。嘘？曲をお持ち？曲をお持ちでしたの？あいつ起きるんじゃねえのか。起きねえな。回復しないのかな、ほんでこいつ。あー、したよ。これがね、やめてー。このデミグラって何よ。完全にトマトちゃんだけど。220。吐く？吐いていいのよ。好きでロボボーン、毒ガス。恐怖効かないかな。恐怖どうかな。はっ。向こうか。あ、目覚ました。つぶら。おい。おい。つぶらだぜ。先にこいつやった方がいいわね。HP マックス。やめてね。かわいい。ほか。に。こいつの有効だ。こいつの有効だ。あ、ちょっと待って。何考えてるか、そういえば聞いてないわ。
こいつの有効度を知らないと一生このままかも。こいつの強敵弱すぎ。90ジャンプ恐怖か。踏まないでお願い。あーなんかこう露骨にお願いしてくれてきってあんまりいないな。にゃ、わー、これは踏みづらいですね。形状的にも踏みづらいし、この棒の上に落ちていくというのもマリオさんの恐怖を煽るし弾が踏みづらい。ツルツルする。これいただきたいな。これこれこれいただきたい。さよなら帰り道かこれ。わあ、押された扇風機くんに。扇風機くんの考えてることも俺聞きたいって思ってるよ。俺はね、あの、また後でね。どっかにいるんじゃないのかな。あ、敵だこの人たち。デミグラは寝ているけど、こいつ話のわかるやつだと思ってたのにな。三人技こいつ話のわかるやつじゃなかった。ここの人たちは敵だわ。てかいっぱい出てくる。あ、起きた起きた。足はさくらんぼみたいやね。フォーク持ってかわいいね。で、こいつわかんねえ。めっちゃ強いってわけでもない。はーい。メイプルシロップ。クッパさん。16？ そろそろ進化しそうじゃない？第1段階進化が来そう。物理。物理物理。クッパさんは物理。あ。まあ、何考えてるか聞きますか。そしたらね。結構弱いけど。ラッキー。やった、ラッキーができる。ラッキーができる。ポイン。恐怖か。恐怖ね。この戦い、負けるかも。その気持ちで。気持ちでもう負けてるのよ。じゃあ、恐怖。恐怖を与えてやろう。貴様にな。はっ。あ、目覚ました。つぶらー。てか、めっちゃ魔法タイプなのに絶対魔法使いそうなのに魔法じゃないのかな。えいえいえい。なんか倒れた時の目がかわいいよし、経験値2倍チャンス。魔物の卵はどれかな。あー、どれ。あ、見えなくなった。これ、やひー。おい、今回はちょっと見えなかったぜ、本当にやったー。本当に見えないガチだった。おい、あの、たっぷりさんのせいで真ん中入れないよ。デブって言うとあれだから。たっぷりさんのせいで入れない。あ、てか銅像が動く。銅像が動くようになってるじゃん、ここの人たち。あ？え？ん？なんだ？あ、なんだここ。なんか、不思議スペースあった。あ、こんにちは。なんか普通に来ちゃった。私はこの城の見張りをしていました。でもマルガリータ様に鍵を全部取り上げられてしまったんです。もうクビになってしまったことだし、この合鍵もいらないので。いいんですか？そんなことでいいんですか？うん。じゃあはい。でも何に使うのかな？余計なお世話かもね。宮殿の鍵、あ、1だししかも。何に使うのかな？温泉あるの？知らなーい。お湯をバーレル火山から引いたのよ。効能はリウマチ、肩こり。現在お得しか入れないの。えへん。入りてえな。なんと、真ん中の部屋には大きな卵が置いてあるんだ。時々卵を吐くんだけど、な？たまに身を、ん？守っていると跳ね返せるんだよ。は？はは。ん？王様も温泉に入ればご病気も早く治るでしょうに。王様いねえのか。フラワーセットもらった。マルガリータ様にこの部屋で待つようにって言われたんだ。早く仕事をくれないかな。ここ出来損ないの部屋。別に、話してやればいいのに、外に。
別に貯めておく必要なくない？ここに。はっ、危ない。やめてね。触らないで。あ、触らないで。あれ？見逃してた？これ。じゃあここ。じゃあここ。同じような作りだな。あ、降りるところか、ここ。青だなぁ。触っとくか。青触りたい。あ、ブルーバードだ。羽ばたいたら、戻らないと言ってあなんか汚いなぁ。あ、やめて。痛い。痛い。鋭い爪痛い。ブルーバード。青い、青い。君は素晴らしい。え、なんで？なんで？ありがとう。ありがとう。いい薬です。なんでだろう。ツイッター。ツイッターのオマージュなわけないな。この時代にツイッターなんてなかったんだから。あったかな？わかんねえ。あったかも。わかんねえけど。めっちゃ褒めてくれるのはありがてえけど。マロばっかり狙われるね。これなんでかな。真ん中だからかな、やっぱり。マリオさんも16歳。マリはまだ16だから。マリって。マリオさんが女装することになったら、なんて名前にするのかな。マリちゃんという名前でやるかな。マリコかな。なんかそういうのありそうだよね。そういうシーンがあるゲームもあるのかもね。ここも動きそう。ホップ。ホップ、ステップ、ジャンプ。何もう。あれ？ここさっきなんか見たな、でも。まあいいよ。まだ何考えてるか聞いてないやついる。けど、ちょっとめんどくさいな。ちょっとめんどくさいね。いで！いや、いで！扇風機に巻き込もうとしてくる。邪悪。あんたは一生扇風機やってなさい。あ、弱点なし。明日は傘を手放せない一日でしょう。次は交通。なんて便利なんだ。天気予報もやれるんだ。ラジオだったね。交通情報まで教えてくれる。次は交通情報です。はい。現在、上り500キロの渋滞。下り3キロの渋滞となっております。ラジオのね、高速道路情報を聞くの割と好き。全然関係ねえけど。なんか穏やかな気持ちになるよね。声がいいのかな、読んでる人の。ラジオいいよな。復活ドリンク。あ？コイン2倍。よーし。どこかな？あ、本当に見えない。え、なんか大回りで回ってくる。あ、ドローだ。ここかなって思ったんだよ、今。左かなって。難しくなった？難しくなったかな？ G の。まあ、ちょっと、技を強く。ピーチはもう、物理。物理を強く。ピーチが魔法、青を戻すと、強くするとどうなるんだ？じゃあ、真ん中行きますわ。ちょっと。わー。三人技デブを一掃。痩せろ！ドカーン。デブに厳しい。デブは打たれ強い。瀕死のデブが3匹。あんまりデブって言うと。あんまりデブって言うと。よくないですよ。名前だってデブパタじゃないんだから。肥満というのは、疾病ですよ。生活習慣病にかかりやすい状態のことなんだから、あんまり、そう揶揄しては。
ガチャ。あー、ほんとだ。卵ある。ランランラン、卵ちゃんにもよく育つ水あげましょうね。とか、私もなんか卵持ってるんだったな。使い道わからず。あらあらあら、マリンはここまで来ちゃったのね。水をあげるのが趣味。え、開かないの？鍵がかかってて開かないっす。あー。え、ふふふ。なんだ？こっちは。私、寂しいの。遊んでくださる？遊んであげない。そう、遊んでくれたら私が預かったこの部屋の鍵をあげようと思ったのに。ちょっと生まれる前から字が。おい、降りてこい。鍵がかかっています。生まれる前から自我をお持ちなのね。卵。でもアイテムとして使うわけじゃなくない？あれ？卵。これ、使ってもなくなりません。使ってもなくなりませんってどういうこと？戦闘中に使える？あ、ありがとう。怪しげな殻。使えないよね。使える。これ。あ、レインボーだ。なんだ？これを毎回、なんか試合戦いのたびにやってたら、なんか起きんのかな。ヨッヒー生まれるのかな。卵に卵見せてやろう思ってな。焦らないで。諦めないだ。はっ、マヤミキ。はっ、ドン。ちょっと柔らかそうよ。あ、割れる。わっちゃえわっちゃえ、やっちゃえ日産。何が出てくるんだ？何が出てくるんだ？こんな寄ってたかって。何が出てくるんだ？お、お、あー！あ、キャスイー！はーい！あ、キャスイー！私、キャスリン、キャスイーって呼んで、あ、キャスイー。こんなところにいたんだね。結婚してる。既婚。既婚だ。キャサリンってでも、クッパ。あ、クッパさんの一味じゃないんだっけ？あれ？誰が上司だっけこの人。私、マリオ USA って最後まで遊んだことねえから。誰がラスボスなのかわかんねえ。毎回キャッシーいるけどね。ちょっと、もしかして卵もさ、キャサリンさんじゃない？最後はあなたの手でお、願い。では、拝借いたす。どうしよう。毒も効かなそうだしな。キャス、卵あるよ。ふふふ、そんなに強く叩かないで。でりり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 り。あなたも寂しがり屋さんなのね。いいよ、私の熱い卵あげる。防御しちゃ嫌よ。うわ、だ。でりり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 り。マリオ USA のキャサリンの戦闘曲。でも、礼儀として、ジャンプしなくては。あー、いいわ、これ、よく跳ねるわ。なんかね、卵持ってるんだけど、その卵持ってる位置的になんか、お胸に見えます。なんか、ナイスバディなのかと思った、最初見たとき。勇気やコンコン。あ、かわいい。あられやコンコン。聞かねー。スキデロボボン。スキデロボボン。効かねえ。普通に攻撃した方がいい。あ、たまたまだ。たまたまだ。たまたま。あー。あ、ちょっと待って、これ何考えてるか聞きてー。たまたまにも聞きてーけどなー。そんなタイミングがあるだろうか。あー、ちょっと。くぅ、ガードがむずい。普通に叩いてたら終わっちゃいそうだからな。いけー。卵。
あーミス、ちょっと割っちゃってんじゃん。私はあなたの心の恋人、寂しい時は私のことを思い出して、その時優しく励ましてあげる。あ、戻っちゃった、戻るとかなんだ。キャシー、やっぱキャシーは最高だぜ。ああ、あざす、私のこと忘れちゃ嫌よキャシー。あ、回復もされてる。ちょっとキャシー戻っちゃったよ、たまたまが。たまたま何考えてるか分かんなかったよ。こいつが落っことしてくるわけね。まああとはあれかな、何考えてるか全員聞いたかな。なんか面談っていうか、生徒のことをよく考えている先生みたい。みんなに何考えてるかこれで全員聞いたかなって。あー、かすっちゃった、かすめた。もうデミグラは寝ている。全体攻撃がね、まあマリオさん、まあマリオさんウルトラジャンプあるけど、ちょっとよくわかんねえからな。でもあれだな、人がいっぱいいるときにウルトラジャンプちょっと見といた方がいいのかもしれん。敵全体とはどういうことなのか。あ、帰っちゃった。カエル系なんだあいつ。結構帰っちゃう敵多いよね。自由な職場だな。あ、眠り玉だ。この玉系使ったことないな。あ、これは真ん中じゃない？ちょっと余韻があった。ヤヒン、ヤヒン、な、なんだ。マシュマロをご病気につき絶対安静、廊下を走るべからず騙す、マルガリータ女王。あ、マリオさん、え、ということはここにパパとママがいるんですね。開くかな。あ、あれ、あ、ダメです、鍵がかかっています。え、若者に任せろ。ちょ、クッパさん、それやるんなら全部のドアそれやってよ。再び我が輩のグレートなパワーを発揮する時が来たようだな。下がっていろ、グレート、いけー。あれ、ちょっと待ってください。もしパパが本当に絶対安静なのに大きな音を立てたら大変なことになります。どうしましょう。クッパさんを泣かすとは、やるな。やはりマルガリータを見つけて本当のことを聞き出した方が確実です。これも大王だっけ、クッパって。あれ、デデデ大王は大王つくけど、クッパは王じゃない、別にクッパ様だから違う。我が輩の出番が、戻れクッパ、戻れクッパ。クッパ軍団の指揮官にさせてするとはいい度胸だ。今回は特別に見逃してやる。クッパ軍団か。あ、マルガリータ様、待って、こいつ捕まえろ。わしづかみにしろ。マルガリータ様、無視、無視、虫っぽい、虫っぽいから無視。つって、チュッ。するなぁ、キス。キス。いい時に溜まってんな、ピリヒア、ファイヤーが。ダーン、この最後の爆弾の音が最高。ダーン。この重厚な音。最高だね。音圧、音圧が最高。ジタバタしてんなよ。ジタバタすんな。すぐ終わらせてやるからよ。ギャー。デブ、体がでかいからってドアを守らされてんの大変。マルガリータ様、マリオがクイーンフラワーを倒してこの国に来ちゃったっす。マリオ？一体どんなやつ邪魔す？ふさふさのヒゲにしっかりしたもみあげに立派な足を持っているっす。すごい、生き物。はて、どこかで見たことあるような、ないような、ないような、あるような。あー、チカチカチカ。はい、It's me, Mario. Yeah. 誰の持ってきた、どうぞざます。あらあらあら、マルガリータ様、どうします？慌てる必要はないざます。
私の持っているこの鍵がないことにはマシュマロは外に出られないざます。あ、監禁されてる。あ、チラ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 、はぁ、あ、来てるよって。あ、うるさいざます。来てるよって。ツンツン、え、しつこいざます。喋れないの？何ざます？まあ、銅像じゃなくてマリオ。銅像じゃなくてマリオだよ。マルガリータ、その鍵はよこすんだ。はい、けいけいけいけ。あー、ふんぎゃ。ふんぎゃだよね。ん？あなたはどちら様ざましょう？僕は本物のマル王子だ。参ったか。うん、ぎょ、本物？しかし盗み聞きをするなんて、なんて卑怯ざましょう。卑怯やって。大きい声で喋っていて何言ってるんですよね。ねえ。くすくす。うんうん。引きをついでに私も。あ、逃げてよろしいこと？捕まえろ。バッハハーイザーマス。このバッハハーイってたまに誰か言うな。あら、マルガニータ様が逃げちゃったっす。一緒に逃げるっす。ああいうやつがうまくいくんだよ。弱たり上手や。あのデブ捕まえろ。捕まえて今夜は焼き鳥よ。見事な逃げっぷりですね。なんてのんきなこと言ってる場合じゃありません。はっは、早く捕まえましょう。待てーい。てか羽まだ使ってないよ。あ、このセーブすっごいいいところに置いてあるな。いいところにあんじゃねえの。ドキドキ、邪魔だ邪魔だ、ドキ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 。あ、絶対ここなんかあるんですけど。はぁ、はぁ、あ、だ、だ、てん、て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 、おら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 、戻ってる場合じゃない、戻ってる場合じゃないのに。うおー、殺した。あ、マリオさん、戻れ戻れ。うわー、テトリスに裏切られた。あー、うーん、なんで。マリオさんの重みに耐えきれず。誰か、あ、何ですかここ。な、温泉のところだ。あ、戻ってきちゃった。温泉入りてえよな。あれ、こっちって乗ったんだっけ、ワープ。こっちに乗ると、ん、出ちゃった、出ちゃったじゃないの。あ、ありがて、そしてありがて。温泉、これ何、もう一回入っていくの？もう一回入って、あ、マルガリータ様、あれ？どういう状況？戻っていく。マルガリータ様、王様のご病気は？奥様はどうなされたのでしょうか？マロージは元気なのですか？囲み取材。あーだ、え？こうだ、あ、びっくりした。こうだ。あーだ、捕まってる。あー、ピシャン、やかましいザマス。ちょっとこんな人に任せてられないよ。あんたたちの相手をしている暇などないザマース。と言いつつ相手をしてしまったから。やん、マリオが来てしまったザマス。くださいな。どう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 、ちょ、どうどう引いた。なんて役立たずザマス、もう逃げられないよザマスし。引いちゃった、ごめん。どうどう、聞こえているざますか？マリオの相手をしているうちにさっさと来るざます。ということで、あなたもさっさと来るざます。え、あ、パンチ、あー、すごい。思ってたんと違う。え、全然違う。どう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 、どこにいるざますか？あー、来た。あなたも遊んでいないで手伝うざます。ね、全然違うんだけど、ちっちゃいミニキャラの時と。あ、もうついちゃった。あ、マロちゃん何？王子対決だ？おい、まず何考えてるのか聞かなきゃ。余裕の。あ、ミスった。なんと。あー、あー、何やってんだ二人して。何やってだ。よし。腹減ったずら。もう帰るずら。あいで、うわ、50？ 死。死ぬ。これ、
どうしよう。どうしよう。雷という気別に弱点じゃなかった。卵。眠り玉とかは、ちょっと、どうする ?74 効く攻撃ないよね、きっと。ないよねって思ってます。88。あ、まずい。おー、びっくりした。大丈夫か、これ。ちょっと結構でもミスるから、ちょっと回復しとくか。ミスった時が攻撃チャンスかも。あぶねえ、回復しといてよかった。てんね。おいおいおい。ああ、これが無効なのね。この時にやろうね。でも一応やってみよう。ああ、まあまあまあ、こっちの方がいいか。でもなー、フラワーポイント。もう一回、特訓して。いやー、でも。ふん!うわー、でも怖い。怖い。てんてん。あれかと思ったよ。80。てんてん。よし、当たり。殴り合いじゃい。あ、これは大丈夫。これは大丈夫。ほら!頑張れ、マロちゃん。負けるな。あら?あ、帰っちゃった。あ、行ってかないで。待て。ちょっと危なかった。何してたの?この時間。あ、いて。ビンタ攻撃か。ビンタの応酬か。ちょっとこの人怖いんだけど。横に長かった、意外と。なんかミニキャラ、フィールド上はちょっと可愛いのに。これは恐ろしいことだ。でもおっぱいが大きい。おっぱいが大きい。これはいいことですね。いやー、決勝。いやー、やっぱり、1対1だと緊張感あるよなー。殴れ。あ、帰ってきた。かわいい。こいつのぬいぐるみ欲しい。ん、どうぞ。もう負けちゃったざますか?そこにいると邪魔ざます。こっちに来るざます。これ一人ずつじゃあるめえな。クッパさん見られてるよ。大丈夫。連れて行かれない?あいて。急に。何考えてるの?マルガリータ様何考えてるの ?1193 弱点なし。自分を自慢したがってる。大した男じゃないわ。あ、マリオさんのこと?じゃあ、自慢ついでにジャンプしちゃおうかな。ダイヤモンドカッター強えよ。回復。ピーチちゃんかな?ウルトラジャンプ。連続で敵全体を。わかんねえ。敵全体を?でもどっちか選べるよ、これ。わかんなー。うわあ、これ、すごい!ランダムかい?うわあ、タイミング取りづらい、なんか。うわあ、なんか嫌だった、今。ゾワゾワした。でもやっぱ、マロちゃんはさ、いてほしいからさ、ちょっと待ってよ。一回マリオさん回復して、クッパさん入れ替える?いや、まだいいか?全体攻撃。じゃあ G の。いろいろあるでしょ。敵全体にビーム攻撃。これ見たい。パイーン。これどんぐらい効くよ。ああ、まあまあ効くな。ああ、口封じされた。ちょっとぼんやり禁止バッチ。あ、向こう。あ、何?くぅ、強いんだ。じゃあ、ピーチちゃんにする。一回ジーノにしといてよかったんじゃない?これ。ピーチちゃん、お口にジャックして。
みんな元気になれ。よし、これいいよね。これいいよね。どうしよう。FP が。FP がね。どうだ。全体攻撃。まずこの鳥を、は、この鳥をなんとかするか。完結戦。あったかーい。そうね。スーパージャンプ。この鳥をなんとかするか。鳥もう帰りたいみたいだから。帰らせよ。まあでもどっちが強いかっつったらやっぱマルガリータ様の方が強いんだけど。強いやけど。あ、まずい。まずい。待てよ。ロイヤルシロップか？みんな強くなる。意外とないな。意外と FP ないね。使いすぎたよね。ほんでもって使うか。せっかくあるし。みんな硬くなる。体力があるわ。向こうの方々。向こうさん。体力があるわ。あ、もう一個。嬉しいね、これ。嬉しいね。これで、おー。強い！みんな硬くなる。めっちゃ良い。ウルトラジャンプ。うわぁ。画面見てると間違える。間違えるっていうか、タイミング取りづらい。もう目つぶってやった方がいいまである。あ、鳥が、生き絶えたか？鳥、終わりか？鳥終わった？あ、鳥終わってる。よし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 。殴れ殴れ、じゃあ。じゃあ殴れ。ダイヤモンドカッター。いいね。これ結構タイミング遅いな。よっしゃマリオさん、自慢のジャンプ。自慢していけ。これしか自慢できることない。あーちゃ。ピーチちゃんのパラソル。パラソルもぶっ刺していけ。殴れ殴れ。あし。あし。おお、桜吹雪？ないないなに、いろいろできるんだ。ひょえー。うっ。あははは。クッパさん、助けて。助けて、クッパちゃん。これどうだ？これ、この状態でクッパさん倒れたらさ、やっぱり、いや、違うか。さっき全員キノコだったもんね。どうしよう。でももうちょっとな気するからな。頑張れ、クッパさん。もうちょっとだ、きっと。あ、なに？カチカッチン。やめてー！死ぬ！わー、どうしよう。どうしよう。使うか。使おう。ね。使おうね。うわー、マジかー。これ、やばいぞ。これやばいぞ。あー。あー、どうしよう。あー、どうしよう。あー、どうしよう、どうしよう。いや、ピーチちゃんに入れ替える。で、クッパさーん。どうしよう。し。まず、回復か？まず、ケロケロドリンク。まず全回復。これ、キノコ状態って戻らないの？勝手に。回復してるけど。スキップして、せめてピーチちゃん、もうマリオさんは仲良くキノコやってな。あ、よしよしよし。それでいい。もうこれ全体攻撃のターンに入っちゃってるな。で、あー、まあクッパさんあれだけど、まあまあまあ。よしよしよし。なんとか立て直した。危ない。全員キノコで終わりかと思った。クッパさん、なんかこういうのの防御弱いな。魔法防御が弱いのかな。あ、よくもやったざますね。
なんだ？今日のところは引き上げるざます。ドド、逃げるざますよ。それでは皆様方また会える日を楽しみにしているざます。この人たちまた出てくんの？あ、さようなら。おーほほほー、完全に乗ってる。あー、飛んでったよ、ちょっと。ふぅ、危ないところだった。え？反応なし？あー、逃げていっちゃいましたね。鍵もらってないね。なんて言っている場合じゃありません。早く追いかけないと鍵が。ふんぎゃいたたた。かわいそう。落ちてきたね。あうわやったー、ありがたいね。あ、感動の再会？え？なにこれ？どういうこと？感動ってこと？感動の再会ってことかな？会えましたか？うわ、マリオさん、なんて気の利く男なんだ。